2時間限定の新曲を聴くぞ。はい、ありがとうございます。久しぶりです。というわけでフェスがね終わりまして、今9時過ぎなんですけども、僕ねギリギリまでフェスやってまして、あのねこの画面からスケジュール更新が始まりまして、で今ねあのニュースが多分入って9時から11時までの2時間限定の BGM が聴けるはずなんで、それをねちょっと確かめていこうかなというふうに思います。やっていきましょう。いやー、今回のフェスはね結構やりましたよ僕。永遠のうつほ派プラス15までね来たんで、だいぶやりましたね今回は。予備祭はねうつほ1位で、まあ投票率は風花が1位なのは分かってて、で、まあ、中間発表も風花1位だったんですけど、中間発表が、結構僅差だったんですよね。どの陣営も 33% で、0.何% の部分が、ちょっと差があって、風花が1位っていう形だったんで、ワンチャン2日目で覆ってる可能性あるし、で、あとチャレンジの勝率とトリカラーマッチの勝率も加わりますんで、結構ね、どの陣営が勝つかわかんないんですよね、まだ。あの予備祭と投票率両方1位だと、まあ、割とその陣営が有利になっちゃうんですけど、今回はそんなことなかったんで、ワンチャンね。お、これが新曲っぽいっすね、どうやら。結構しんみりとした感じ。久しぶりにこのフェスの終わった後の2時間限定のお片付けシーン見たわ。あ、結構なんか和風っぽい楽器の音がしますね。いまだにダンゴムシ入んの。あ、歌ってる。あ、こっち行くと音が聞こえん。なんかエンディングみたいな曲だね。まあフェスの終わりだからエンディングでいいのか。いいね。この新曲が追加されたんだ。あんまり万太郎喋ってないね今のところ。あ、喋った。これなんか公式ツイッターのツイート気になるな。曲名何なんだろうこれ。いいですね。まあ、今回このフェスが終わった後の BGM に関しては告知があったんですけど、勝利時と敗北時のリザルトの BGM は告知なかったし、結構なんか要所要所で今までのフェスとは違う部分があったんで、そこはいいサプライズでしたね本当に。やっぱまあ1周年記念フェスなだけあって気合い入ってたなという感じがしますね本当に。お、2番に入った。この曲結構長いな。あ、これ今のとこバンカラミックスモードじゃない。でーね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 ーってほら。何これ、ゆっ
くりバンバンからミックスモダンってこと？今んとこだけかな、たまたま。他のフレーズは違うよね、多分。これもワンループした？一周したのかな？ちょっと、ちゃんと聞いてみないとわかんないですけど。一周してないか？ 2 番になったのかな？わかんないんですけど。まあ、とりあえずこの曲が、9時から11時の間、限定で広場で流れる曲になります。あ、待って、そう思ったんだけど、ハイカラシティも変わってんじゃね？あ、こっちはあれか、新曲ではないんですけども、マリタイズメモリーだっけ、なんかそんな感じの曲名のやつですね。こっちはこっちで流れてるんだ。へえ。いや、もしハイカラスクエアが実装されたら、テンタクルズのフェス曲が流れるのかな。フェス曲っていうか、まあエンディング曲っていうか流れそうだよね。こっちも違うんだ。なんかいいですね、フェスお疲れ様でしたみたいな雰囲気が出てて、よかったよかった。まあ、とりあえず今回はこんな感じでしたというわけで、あれ？これ原曲じゃない？なんか誰か喋ってね？誰これ？ラノマットじゃないよね。なんか誰かノリに乗ってますけど、これ原曲じゃないのか？スプラ3バージョンってこと？ちょっと違うね。ここもなんかちゃんと凝ってるんですね。びっくりびっくり。ちゃんと新曲ではないけど編曲されてるんですね。びっくりしたわ。まあこんなところで、フェスが終わった後の9時から11時の間、結果発表までの間の2時間限定の広場の BGM のご紹介でした。で、まあ、この2時間の間ね、見れなかった方、聞けなかった方は広場に行けばね、まだ聞けますので、まあ、一回広場行ってみる。ちなみにさ、こっちから広場行ったら塩カラスの方になっちゃうんかな。あーっぽいですね。でこれバンカラ街に行ったら、あのスリミ連合の方のお疲れ様でしたソングになるってこと？あーっぽいですね。そういう違いか。まあこんな感じでロビーでもね、しばらく流れるらしいので、まあいつまでこの曲がロビーで流れてるかはちょっとね、公式の説明ではなかったのでわかんないんですけど、まあお仕事とかね、あの会社お仕事か、お仕事とか学校とかで、聞けなかった方はぜひね、ロビーで聞いてみてください。今しか聞けないんでね、これ本当に。うん。というわけで今回はこの辺で締めたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。アーディオス。チャンネル登録よろしくね。さあ